はい、皆さんこんにちは、店長磯です。今日テーマはですね、注文住宅を建てて失敗したベスト3について詳しく解説していきたいと思いますので、最後までご覧ください。で、この注文住宅で失敗したっていうのはもう絶対失敗したくないですよね。絶対失敗したくないと思うんですが、やはり思ってたイメージとちょっと違ったとかですね、そういったことがあったりしますので、まずはきちんと自分たちの計画をですね、きちんとね、見ることが大事だと思います。きちんと情報話を伝えた上で、担当の方に伝えた上で、それをどういった形にしたらいいのかっていうのをプロとしてアドバイスをしてもらうっていう必要があるかと思いますが、まずはやっぱりこの失敗から学ぶということで、こちらですね、ウェブニュースのダイムさんの記事になりますが、このダイムさんが公表してくれている注文住宅を建てた方のアンケート結果で、失敗したって感じるベスト3、これをですね、皆さんと共有していきたいと思います。で、今回のアンケートは全国の男女約3000名の方に取ったアンケートになります。で、まず注文住宅を建てたことがありますかっていう中で、この3000名の方で、まあ、有効なのは 28.5% となるので、まあ、大体900名ぐらいの方が、この注文住宅を建てられた方ので、まあ、今回はこの900名ぐらいのアンケートを元にしたデータになってきます。で、まずは、まあ、質問としましては、この建てる際に、まあ、家を建てる際にこう重視したいポイントを選んでくださいと、重視したいポイントを選んでくださいということで、やはり一番ダントツ多かったのは予算です。予算の部分がやはり一番多いです。全体の 31.3% になってます。やはりこれ当然のことなんですけども、やはり皆さんは毎月の収入がある中で、その収入からやはりきちんと払っていける、安心して生活ができるという部分をきちんと決めていく、この毎月の、まあ、収入からですね、使う分ていくと、一般的には大体まあ 30%、35% なんていうふうに言われますけども、まあ、その中できちんと、今賃貸払っている方はそれをベースにしたりしながら、いくらまでだったら月々の住宅ローンが払えるかなとか、頭金はいくら用意できるかなっていうところで、この予算の考え方っていうのは、まあ、一番最重要なのは間違いないと思うので、やはりこのほぼ3分の1の方はこの予算について、まあ、重要視したという結果でした。で、第2位は 19.5% で、広さ、間取りについてです。で、これ、まあ、以前も、いろいろお話ししてますけども、まあ、建物の方が、今まではですね、比較的コンパクトにして、極力駅に近いとか、都心部に近いというところで、抑える方が多かったんですが、やはりこの新型コロナウイルスの影響を受けて、今までの都心部で働いていた方が、まあ、極力そこからの、まあ、通勤距離とかっていうのを非常に重要視していたんですが、それがリモートワーク、在宅で仕事をするという方が増えたことによって、都心部とか駅地下っていうよりも少し郊外、駅から離れてもですね、そこで広めの土地を買って建物もちょっと広めに建てるっていう、まあ、いわゆる予算を少し抑えるというよりも、建物を大きくすることで相対的には今までと変わらない計画にするという方が実際増えています。なので、この広さとか間取り、場合によってはお庭をつけるとか、あとは人気の屋上庭園をつけるなんていうのが非常に多くなっているかなと思います。そして第3位は住宅性能設備というところで、やはりこれ、まあ、住宅性能と設備が一緒になっちゃってるのがあれなんですけども、まあ、住宅性能のところで言えば断熱性能とか、それから、まあ、耐震の性能とか、それから、まあ、換気性能とかですね、まあ、いろいろそういった住宅を選ぶ上での性能基準というのは皆さんにとって何か必要かというのがあるかなというのと、それから設備の方でいくと、例えば豪華なキッチンとか豪華なお風呂とか、まあ、そういったところで設備、生活の実際の生活の中で使えるものについてもやっぱりこだわりたいという方が 14.5% になってました。はい、あとは、まあ、4位は立地、5位は内装のデザインというところが続いています。そして質問もう一つご紹介すると、家を建てる際に不安なことを教えてくださいというところで、これもですね、まあ、結構割れてはいるんですけども、第1位は 13.9% で、ハウスメーカー選びだそうです。ハウスメーカー選び。これやはり大事ですね。非常に大事です。まあ、先ほどの、まあ、広さとか予算っていうところ、それからあとはもう一つは、
住宅の性能設備というのがありましたが、このあたりを含めてきちんと自分たちの計画に合う会社さんがどこなんだろうというところを選ぶのが非常にやっぱり大事なポイントです。まあ、ハウスメーカー選びというのは工務店さんとか建築会社さん、設計事務所さんも含めてになると、まあ、全国でですね、まあ、10万社以上あるというふうに言われてますので、まあ、その中で自分たちの建てたいエリアで建てれる会社というふうに絞ってもやはり100社以上あったりしますので、その中から1社を選ぶというのは非常に難しいポイントだと思うので、やっぱり自分たちのことですね、計画をきちんと家族間でまずは話し合った上で、そこに合う会社さんというのをインターネットでまずは調べていただいて、資料請求して、まあ、そこから実際に来場されるという方が多いので、まあ、そういったところですね、非常にですね、難しいポイントだと思いますが、きちんと計画に合う会社さんを選んでいただきたいなと思います。それから第2位は、住宅ローンの返済。こちらが 9.4% です。これも先ほどの予算というところと同じになりますが、まあ、住宅ローンの返済がきちんとできるかな、大丈夫かなっていうところが不安があるということですが、やはりこちらについても非常に大事なポイントです。これもですね、また改めて、まあ、私の過去の動画で住宅ローンについてもいろいろですね、アップしてますので、そちらの方を見ていただければと思いますし、あとこれからもまたライブとかでですね、住宅ローンについてのいろんなこう、アイデア、予算についてのアイデアのセミナーなんかまた配信したいと思いますので、ぜひその際はご覧になっていただければなと思います。そして第3位は土地探し、同率で近隣住民との関係ということで、まあ、第3位がですね、2つ並んでますが、土地探しと近隣住民との関係ということで、やはり環境ですね、土地を選ぶ際の環境について、やはり皆さん気になさっていて、これ同率で 5.9% になってます。なのでやっぱり土地を探す際っていうのは、周りの、まあ、住環境だけじゃなくて、隣近所にどんな方が住んでるかなというところまでやはり気になると思うので、このあたりは実際ですね、まあ、例えば私が営業をやってた頃で行くと、お客様のこの土地気に入ったというふうに言っていただいた場合に、お隣とかですね、周辺の方に私ピンポン鳴らして、今こちらの土地をちょっと検討されている方がいるんですけど、この周辺ってどうですか、住み心地は、なんていうふうに聞いて、実際そういう方とお会いするようにしてました。で、その時に、まあ、大体いろんな話をしてくださったりするので、その時にですね、まあ、全然いい方多かったですよとか、まあ、場合によってですね、まあ、私の経験上はなかったですけど、ちょっと危険な方いるので、やめましょうか、なんていうこともお話ししたりするケースもあるんじゃないかなと思うので、そういった近隣の方に先にちょっとですね、声かけるっていうのは大事なポイントだったりもします。というところで、やはり土地探しの部分については、きちんとですね、まあ、慎重に、でも、今は土地、今というよりもですね、もう土地自体は、いい土地はですね、本当になくなってしまうのが早いです。他の方にパッと持ってかれてしまうので、そういったですね、正直こう、ピンポン鳴らしてどうのってとこは時間がないかもしれませんが、でもそれでもできる限り時間の中で、そういったとこまでやっていただくのはいいのかなというふうに思います。そして今回のタイトルにある、このアンケート結果ですね、作って失敗した設備や部屋を教えてくださいと。ということで、家づくりの失敗例についてになりますが、こちらは第5位からお話していきます。第5位からお話します。はい、第5位は、キッチン、台所。こちらが、20の表が入ってます。これね、パーセンテージの表になってます。回答、有効回答は855になります。そのうちの20名の方がキッチン、台所について失敗したというふうにお話しされています。結構このキッチン台所で失敗したというのは、なんですね、これキッチンのまず天板の高さが合わなかったっていうケースを聞くケースがネットに載ってたりとかもします。でこれやっぱり実際のショールームとかに行っていただいて、そこで立ってですね、こう肩がこう上がりすぎてないか、逆に低くなってないか、腰が曲がりすぎてないかとかっていうのはきちんと体感していただくのが大事だと思いますし、あとはそれ以外にはデザインとかですね、このデザインっていうと、まあ、LDK とかのこう壁とかのこうデザインと床の色、それと合わせてキッチンの色が合わなかったっていうケースがあったりも聞きますので、そのあたりも慎重に合わせていく。で、これはやはり皆さん素人の方はなかなか難しかったりもするので、きちんとコーディネーターの方に相談してもらって提案、アドバイスをもらうのが大事だと思います。はい、そして第4位は和室です。和室。これね、ちょっと結果アンケートなんで失敗したのかっていうところはちょっと悲しいんですけども、結果的に必要なかったっていう和室の回答多かったです。これが21名の方が回答されています。
和室はですね、まあ、大体こうつける方は最近だと LDK の横に、まあ、連続した部屋として和室をつける方が多くいらっしゃるんですが、もうその和室自体が必要なかったっていう方が多くいらっしゃるそうです。ちょっと悲しいです。私和室すごい好きなので、まあ、使い方もですね、これやっぱりきちんと考えておく必要があるかと思います。小さいお子さんがいる場合は、この和室自体を遊び部屋として使って、押し入れに、まあ、子供のですね、おもちゃとか入れといたり、本入れたりとかっていうこともできたりしますので、どのような使い方をするのかという考えた上で、やはり和室をいるのか、いらないのかを選択してもらいたいなと思います。はい、で、第3位ですね、ここからベスト3の発表になりますが、第3位は、お風呂、バスルームです。お風呂、バスルーム。こちらの、失敗した理由は、ちょっと狭かったっていう、結果になってます。ちょっと狭かった。これは、まあ、一般的な、まあ、注文住宅のバスルームっていうのは、1畳タイプ、まあ、畳2枚分ですね。畳2枚分の、1坪タイプっていうのが、一般的標準になるんですが、まあ、このサイズ感よりも小さいケースっていうのは確かに狭く感じるかもしれません。で、一坪タイプの一般的なサイズの中でも、例えばお子様が3人とか4人とかいらっしゃるご家庭で、お子さんと一緒に入ろうとすると、洗い場が非常に狭く感じるというふうにおっしゃる方もいらっしゃるので、ご家族が、まあ、お子さんがまあ3人以上いらっしゃるようなご家庭で、やっぱり一緒にお風呂入ってっていう頃であれば、やはり洗い場を少し広くするっていうサイズ感が必要になるかもしれません。一般的な一坪タイプは1616っていうサイズ、数字で1616っていうサイズなんですけども、それより大きい1618とか1620なんてすると、浴槽自体の大きさは変わらないんですけども、洗い場が少し広くなるっていうケースもありますし、場合によってはその浴槽自体も広げたいって言った場合は、1818とか2020とか、まあそういった大きなサイズ感もあります。これもやはりショールームに行っていただいて、どのぐらいのサイズ感なのかなっていうのを体感いただくのがいいと思うので、ぜひショールームでこのあたりは体感していただければと思います。ちなみに今ショールームはですね、コロナの影響で入場制限がかかって事前予約制になるので、きちんとですね、早めに押さえた方がいいと思います。早めお勧めします。はい。それでは第2位です。第2位はトイレです。第2位はトイレです。で、トイレの失敗については、これもやはりトイレのですね、広さについて、トイレの失敗したというところで、少し狭かったっていうところ。これまあ、サイズ感としては、トイレというのは大体まあ、畳1枚分1畳ぐらいのサイズになりますが、1畳であれば特に問題ないです。こう、まあ、座った時に、例えば正面1畳サイズであれば、まあ、十分足を伸ばしたりとかっていうのがあるんですけども、これですね、私昔経験あるんですけども、中学生の頃に足サッカーで骨折したことがありまして、その時に家のトイレは1畳あったので、こう足ですね、ギブスしてたんで、伸びた状態なんです。伸びた状態なんです。で、その伸びた状態で家のトイレは入れたんですけども、例えば学校のトイレとかは、この私座ってるとこから扉までが短いので、ちゃんと座ってトイレできなかったっていうケースがありました。これサイズ感でいくと、畳1枚っていうのは1.8メーターあるんですけども、それより小さいと1.365メーターとかっていうトイレがご家庭でも採用される場合は、例えばそういった意味で骨折した場合は足伸ばせないので座れないっていうことがあったりします。なので、まあ、トイレは極力畳1畳分は最低あった方がいいのかなと思います。はい。で、もう一つこのトイレの理由としてあるのが、トイレの位置を失敗したと。いわゆる動線ですね。動線が悪かったっていうのが失敗例の中に入ってました。これも実際どこにトイレを設けるかっていうのは非常に大事なポイントで、まあ、一般的にやはり水回りはひとまとめにする。キッチン、洗面所、お風呂、トイレ、このあたりひとまとめにするっていうのもありですし、あとはですね、結構失敗したというのは、玄関からトイレまでが遠いっていうケースがあるそうです。なので、まあ、玄関すぐ横にトイレっていうのも、お客さん来た時に入りづらいっていうこともあったりしますので、ある程度の距離感はあるにしても、玄関から比較的近め、かつ、まあ、リビングとかからも近めっていうのが間取りとしてはいいんじゃないかなと思います。ぜひこのあたりはチェックしながら進めてみてください。はい。そして第1位です。第1位は収納クローゼット。収納クローゼットで失敗したというのが第1位でした。これやっぱりなんとなく想像つきますね。想像つきます。まず、
収納クローゼットがやっぱりこう中身が少なかった、足りなかったっていうことが結構多く書かれていたそうです。はい、で、やっぱりこれ収納クローゼット、まあ、実際選ぶ際に、作る際に必要になってくるのは、今現在住んでいる賃貸とか、まあ、戸建てのお家もそうですけども、そこの収納をきちんとまずは把握してください。どのぐらいのサイズ感で、かつ今どのぐらいの量が入っているのかというところをまず考えていきます。そして賃貸に住んでたりする方、特にアパートとか住んでる方、マンション住んでる方は特にそうなんですけども、戸建てに行くとですね、なぜか物増えるそうです。なぜか物が増えるそうです。なので同じ量あればいいやっていうよりも、おおよそですけども 1.3 から 1.5 倍ぐらいの収納量を増やした方がいいというふうに一般的には言われてます。なのでまずはそこをちょっと増やすというところが一つ大事なポイントになるのと、あともう一つは、小さいお子様がいらっしゃる場合は、これがですね、幼稚園、保育園、まあ、小学校、まあ、言っては中学校に行くにあたって、子供たちが作る作品が増えます。作品が増えます。せっかく幼稚園とかで作ってきたものを家持って帰ってすぐ壊すわけじゃないので、やはりそれをきちんとしまっておく場所なんていうのも大事になったりします。なので、一定期間はそういった子供たちの作品が増えるので、やっぱり収納を考えなきゃいけないというところもあります。はい、この後も実際ですね、チェックいただければと思います。で、うち、我が家で行くと、中学校に上がるときに子供の作品、それをですね、全部そのまま残すとやっぱりすごい量になってしまうので、うちの奥様が一つずつの作品をですね、写真でこう、4枚ぐらいですね、一つの作品につき4枚ぐらい写真を撮って、それをデータにして、で、全部処分するというふうにしました。なので、それによって、まあ、だいぶ収納は、すっきり空きましたけども、まあ、そういったところで一定期間だったら、写真に収めるというのもありなのかなというふうに思います。はい。で、あと、それ以外の収納クローゼットでいくと、まあ、以前もお話しした、シューズインクロークのあり方もきちんと考えなければいけませんし、あとは、ファミリークロークとか、それから、小屋裏収納とか、そういったところも、いろんなトータルで、ただあればいいということじゃなく、どういう生活をしたら過ごしやすいんだろうというところまで考えながら、ぜひ検討していただきたいなというふうに思います。はい、というわけで、まあ、失敗のベスト、まあ、メインはベスト3ですね。ベスト3、まあ、5位までご紹介しましたが、まあ、というところでこれをですね、参考にしていただいて、ぜひ家づくりに活用していただきたいなというふうに思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日の内容良かったな、勉強になったな、ためになったなと思っていただけましたら、高評価、いいねをお願いいたします。それからこちらのチャンネル登録もお願いいたします。まあ、どんどん増えてます。ありがとうございます。そしてこの天中蔵のウェブ家づくりコンサルティングは音声ポッドキャストでも配信しています。こちらです。こちらの、Spotify、 それから、ポッドキャストの Google、 そういったところですね、この音声の天中蔵のウェブ家づくりコンサルティングを毎週火曜日、で金曜日の18時に配信してますので、ぜひそちらの方も登録もお願いいたします。というわけで、天中蔵のウェブ家づくりコンサルティング、また次回も毎週水曜日と、土曜日の19時にこちらの YouTube で配信してますので、楽しみにお待ちください。ではまた。